Hey guys! Boo! No behind the fire! 今日が最終日。カガーアッサンバーサイドご神会の今回ゆきなちゃん、何が最終日かと言いました。皆さん、ゆきなちゃん TGCT グランプリに出ると、皆さんね、ゆきなちゃんが言ってね、知ってると思うんですけど、そのグランプリのね、あのファイナリスト決定戦的なやつがね、今日最終日となっていまして、これで一応とでいきなりじゃあ TGC 出場確定となっております。でね、その今回の今配信でね、今1位なんだけど、2位の方がね結構ね追い詰めてきてて、結構やばい状態で、今日ラストの配信をね、このゲーム実況が終わりしてすぐにやるんですけど、まあ編集があるから編集もしながら配信をやろうかなと思ってるんですけど、マジでね怖いよ普通に。久しぶりにこんなに緊張してるの、私こんなに緊張してるなんて、もう雪乃ちゃん運動会の徒競走以来だと思ってる。普通にそれぐらいガチで緊張してて、やっぱりね本気でやりたいなと、本気で TGC 出たいなと、本気でグランプリを取るぞと、私しかグランプリは似合わないぞと、そういったね気持ちでね、めちゃめちゃ TGC ティングランプリに、ね、出るためにミクチャの配信頑張ってるんですけど、本当にみんな応援ありがとうね、本当に。マジで応援ありがとう。いや、まだグランプリというかね、1位確定したわけじゃないんだけど、まあ、確定はね、もう、なんていうの、もう、まだわかんないよ。まだわかんないんだけど、もう自分の中で TGCT グランプリはね、勝ち確が確定してるわけです、私の中で。まあ、勝ち確確定、それ石当たるんだ。まあ、勝ち確が確定してるんで、ゆきなちゃん実質的に。あ、オレンジ取れないか。だからまあ普通にね、皆さん安心してゆきなちゃんのことを見ていてほしいんですけど、まあやっぱりね、あの、なんて言うんだろう。ちょっとは心配なんだよね、この雪だらちゃんでも。この自信おまんまんな雪だらちゃんでさえも、やっぱり若干不安なとこ。バツ出してんじゃねえぞ、ブス。まあね、若干ね、あの、不安なんですけど、皆さんがね、もうね、応援がすごいのよ。雪だらリスナーの。アイテムなくなりすぎだろ、ニンテンドー。雪リスの応援がね、マジやパないの。もうみんな毎日のようにね、配信来て、雪だらさんこんばんはとかね、雪だらさんの配信面白いですとか、もうね、俺も、私もすごい配信楽しくて、楽しくできてて、楽しく1位取れればいいなと思ってるんですけど、やっぱ勝負の世界は厳しいんだよね。勝負の世界厳しいから、もう絶対勝ちに貪欲にならないといけない。もうそんな中での配信が今日ラストとなっております。悲しいようで嬉しいようで、ファイナリストが決まってしまう、そんな感じです。ふぅ、第2レース行きましょう。シャッよーし、出た第2レースは東京スクランブル交差点スクエアパラダイス。いまだにこのステージは名前覚えてないからね、私。あ、ずっと東京スクランブル交差点スクエアスクランブル、あ、やべえ、間違えた、ここ、スタート。あのね、皆さんね、この動画を見てる頃ね、ゆきなちゃんミクシャで配信してると思うんですよ、ラストのね。でね、ラストの配信、絶対に1位取るんで、皆さんよかったら遊びに来てみてくださいよ。めちゃめちゃ感動すると思うし、ゆきなちゃん1位が勝ち確が確定してるわけだから、みんな安心して見れると思うし、いいもの見せれると思うから、よかったらね、ゆきなちゃんの配信遊びに来てください。この動画が出てる頃にはね、ゆきなちゃん全然配信してると思うんで、多分ね、配信してる時間でポーって載せておくと思うんで、それを皆さん見て楽しみに、待っていてください。で、まだみくちゃん見たことないよって人、今日がラストの配信になるかもしれません。そして、ゆきなちゃんが一応との歴史的な瞬間に立ち会えるかもしれません。本当にね、もう何、なんかギフト投げるとかそういうのは全く微塵守ってない。もうギフト投げなくてもいいから。おい、バスラスラッシュ、あれ、もうギフト投げなくてもいいし、まあ、コメントも打たなくてもいいから、ゆきドラちゃんのかっこいい姿みんなに見せたいんだよ、私は。ほんとただそれだけ、かっこいい姿見せたい、ただほんとにそれだけだから、マジみんなゆきドラちゃんのミキちゃんの配信見てほしい。見るだけで力になると思うんだよね、私の配信って。ゆきドラちゃんのね動画見て元気出ましたって方もいっぱいいると思うし、ゆきドラちゃんのおかげでね人生やる気が出ましたとか、生きる価値を見出せました、そう言って、そう言ってくれるね、リスナーもめちゃめちゃ。スタッフ落ちたんじゃね、これ。はい、スタート地点く雷と雷触れまして、雷降ったらワンチャン勝てるよ、これ。降らない系 YouTuber ちょっと使うわ。いやー、これ1位まで追いつけるかな、これ追いつけるない気がするな。シングルでいい、追いつける追いつける、ワンチャン追いつけるぞ、これ。キノさん、いやー追いつけねえ。いや、サンダー降らねえのかな、たけしさん6位。ミクチャの配信では絶対1位取るけどね。ああ、ガチで不安、結構ガチで不安。いや、珍しいよ、ゆきなちゃんがここまで不安になること、そうそうないからね。久しぶりですよ、この不安っていう感情。あのね、荒野の光とかも、あのね、ランキング争う系だったんだけど、全く不安がなかったのよ。なぜなら、そんなに気持ちが入ってないから、荒野の光には。ただ、TGC って、
夢だったし、私の、まあ、夢の舞台に出れるわけだし、もう雪乃ちゃんのリスナーが雪乃さんが TGC 出るならチケット私買うよって言ってくれて、まあ、20〜30人ぐらいの方が買ってくれてるんだよね、雪乃ちゃんのために TGC のチケット。まあ、これでファイナリスト出れなくて雪乃ちゃんグランプリ出れなかったらファンに申し訳ない。間違えた、間違えちゃったんだけど大丈夫、本当申し訳ない。だからね、久しぶりにこういう不安っていう感情が芽生えてる。ありがとうね、リスナーのみんな、私に不安という感情を抱かせてくれて。久しぶりだよ、この高揚感。こういう感覚をねしてる時こそ一番生きてる心地がするんだよね、私。やっぱり不安な時とか、何、悲しい時とか、こういう時って、ね、一番生きてる心地がするんだよね、私。これド M だからとかそういうわけじゃなくて、やっぱ刺激がある一日ってみんな気持ちいいんだよね。私はね、本当に気持ちいいの、そういうの。だからこういう刺激がもらえて、まあ、ゆきなちゃんが TGC ってね、出れるね、きっかけになったね、クレマグのエアちゃんにも感謝したいし、ゆきなちゃんのリスナーには本当に感謝したいし、ゆきなちゃんをここまで有名にさせてくれたリスナーもみんなに感謝感謝したい。マジでみんなに感謝感謝したいから、私ね、TGC ってんで、賞金50万円出るのよ、グランプリ取ったら。この、グランプリ取った50万円で私、オフ会するわ。で、チケット代とかマジ1円も取らないから、もう来れる人だけ来てっていう感じ。で、この50万使って、全部オフ会に使います。もうなんか、リスナーに感謝感謝の気持ちをね、忘れない、いけない気がするんだよね、私は。だから、グランプリ取って、オフ会って、私開きたいと思うんでね、もしよかったら、ゆきなちゃんもオフ会も来てください。まあ、グランプリ取れなかったら話違うんだけどね。まあ、取れる気しない、取れる気しかしないから、みんな待っててほしい。珍しくね、ゆきなちゃんがさ、レインボーロードで来いって珍しくね。素晴らしい、素晴らしいよ、私。こっちの方がかっこいいな。よーし、2回対応レースレンチャーロード、あーとお姉ちゃん、私は上げていませんよ、皆さん咲いていきましょう、しっかりと。おー、ガチ緊張してきた。もうラストなんだよね、マジで。今日何回も言うけど、何回も言うけど今日ラストなんだよね、マジで。本当に緊張するんだよね。しかも結構僅差なんだよ、2位の人と1位の人、まあ私が今1位なんだけど、結構僅差なんだよね。ゆきなちゃんね、配信始めたところずっと3位だったのよ。ずっと3位だったんだけど、リスナーのおかげでね、打開ができてんだよね、今。みくちゃんの配信でも。みくちゃんの配信でも、ジャンゼリー打開できてて、まあ3位だったり2位だったりをね、ずっと行き来してたんだけど、ね、最終、なんだろう、残り2日、3日ぐらいになって、1位にね、踊り出させてもらって、リスナーのおかげで。だからね、そっから1位をずっとキープしたいんだけど、いや、2位の人がね、やっぱりね、めちゃめちゃ頑張ってるから、そこはね、やっぱ侮れない。マジで侮れない。死ね。なんでやろ、これぶん投げんだよ、私に。頑張ってんだな、私。さあ、こっから打開するんだよ、雪ドラも。マリオカートでもそうだし、配信でもそうだし、こっから打開するから見とけよ、マジで。危ね。絶対1位取るから。絶対1位取るからな、マジで。メキサでも絶対1位取るから、シングルでいい。これ当たらないでいい。赤コーナー当たらない。危ね、マジラッキー。マジマジのラッキーチャンスさ。チャンスが舞い降りたことってことは、これ雪ドちゃん1位取れるんじゃない。チャンスは無駄にしない系 YouTuber。 一瞬で無駄にしたな、今。壁ごっつんこで一瞬で無駄にしたんだけど、こっから勝ちます。キノコ引いたら、これ引いた、ここで引いて、じゃあ全員ショートカット。いや、一人も抜かせれないか。これ一旦保持。赤コーラ誰も持ってない。はぁー、爆殺すんなよ、マジで。キメーな、一旦リカバリー。キノコかもしれない。キノさんもう一回欲しいな。キノ1か、ラストまで取っとくか、これ。いや、6位だぞ。6位だったらキノコ確定できそうだな。シングル取れないな。これシングルでいい。ダブル取れない判断がいいよ、めっちゃ。ピンクターボダメて、ミドさん悪くない。これ最後のショートカで使おうかな。いや、俺、キノコ出るにかけるわ、これ。キノコ出るにかけて、これ、ダイナミックエントリーする。さあ、ダイナミックエントリーして、これ当たる。おー、リカバリーおちんちん。なんで試験のエース、ダイヤイ、あーだ、レベル100。あ、やべ、負けた。6位。最終レースで1位取るか。最終レースで1位取って、ミクシャでも1位取っちゃうか。そしてグランプリも取っちゃって、みんなと不快しちゃおうかな。よーし、2回対抗レースはマーライオンのところ。行きてシンガポール。私このステージ好きなんだよね。1位全然取ったことないんだけど、マジで景色が綺麗。私夜景大好き系 YouTuber だから結構好きなんだよね、このステージ。でも走り慣れてないから本当にね、コースがわかんない。さあ、空気バッチしもらって、え、なんかすげえ運転、赤コーラ水槽。しっかりこれ打開します。これわかんないで打開しよう。いやー、赤コーラ持ちがなんで9位にいいんだよ。そしてケツつけんな。うわ、マジわかんねえ。うわ、楽しそう。シンガポールガチ行きてえわ。はい、これしっかり止まる。いやー、ダブル取られるか。ちなみにね、TGC
GT グランプリになった日からね、沖縄ペア旅行券ももらえるんだよね。これみなちゃんマネージャーたちと一緒に、ね、沖縄行きたいと思います。 Vlog で動画にします。絶対におもろい。沖縄初めて行くしね、私。ほんで沖縄行ったら沖縄にいるリスナーに会いに行こうかな。ほんで一緒にバーベキューしようかな。もう夢が膨らむね、いっぱい夢が膨らむね。まして早く TGCT グランプリやりてえな。8月4日見てくれてるリスナー、見に来てくれるリスナーもね20人ぐらいいるからね多分。やりすぎじゃねえかそれは。やーべえ、プロコンでダイパーしてしまった。オッケー動いた。やーえー、動けよブス。プロコンがぶち壊れてんだよ。私ダイパンプロコンでするから毎回。まあでもここの景色マジで綺麗。はい、ポン、キラオッケー、悪くない。あのめちゃの3本のビルでしょ。あやべ、カメラ傾いてる。めちゃめちゃ綺麗。このストップまだ11。すぐ使って3段欲しいな。3段持ってない誰か。バッチダブル割って、こっちも早いっしょ。バスター悪くない。ポン使ってワンチャン3段あるんじゃないこれ。え、ない3段あってもおかしくないよねこれ。いやー3段振ったら勝ち確は確定してたんだけどな。勝ち、いやーこれシングル絶対割って、いやーやばい、マジわかんない。これ本当に私コースわかんない。ええー、キノイチ弱くない？私だけアイテム。目の前キロさんとかいんのに。はい、じゃ、ちょっとだけ消化化して。これ、あ、まだあるな。ダブル、これ。絶対割る。いや、弱くないアイテム。いや、4位、3位ワンチャン？ワンチャン1位ないこれ。暗い。あー、惜しい。悪くない。最終レース行きましょう。しゃ。よっしゃ、では最終レースはドーナツ編やー。パーし。走れるコースが来たってことは1位取れるぞ、これ。ここー、打開戦で打開します。バッチし打開していきます、ドーナツ編や。ここ結構ね、キラーとか結構強いし、3段階にしたら結構勝ち確が確定してるぐらい、確定しやすいコースなんで、これ1個。これ多分キラーじゃねえわ、スター出ます。おそらくスターが出る。あ、弱えな。これじゃあコイン回収。で、コインないと始まんないんで、しっかり最初のこのレースはコインをバッチし回収したい。止まります。ダブル割って、これぐらいのね、ダート踏むのは全然大丈夫。あ、キノサスター悪くない。キノサスターめちゃめちゃ悪くない。さあ、コイン集めながら打開の準備を整えるだけ。ジャンピングアクション。ジャンピングアクション。さあ、キウイ悪くないよ、この順位。これ上がっていきたいね、どんどん。さあ、めちゃめちゃコイン集めて7枚。さあ、これどこで使う？二の三ぐらいで使い始めた方がいいのかな。で、このキウイっていう位置をね、かなり大事にしていきたいんだよな。とりあえずコインが欲しい。はい、ポンポン。はい、コイン10枚悪くないよ。コイン10枚悪くない。ちょっとこれ使うか。ダブル割って。さあ、10位割りしたよ。かなりいいんじゃないこれ。このアイテムの使い方かなりオッケー悪くない。いや、キラもちんな。いや、ワンチャンこれ3打ありそうだな。3打ワンチャンありそうだな、これ。さあ、3の1でこれスターだけ使おうかな。7位か。テレサとか引いたらマジ強い。テレサとか引いたら結構強いよ、これ。スター強い。3位までいった。いってー、マジいて。赤コーラマジいて。うわ、1位ガン逃げだな、これ。うわ、1位ガン逃げだな、これ。うわー、最悪っさー。もう1回行かしてくれ。1取れそうだったでしょ、普通に。もう1回行きます。やつえつか、今日うめえな、あたしマリカ。バチクソレート上がってるんだけど。TGCT グランプリだと私1位取るの簡単だと思うんだよね。なんで簡単かって言ったら、私が一番努力してる自信があるから。私が一番スター性に溶けてたけてるから。これだけ自分に自信があるから負ける気がしねえんだよ、それと一緒。はい、これちょっと使います。ちょっと怖かったんで使います。このね、キノピオ発射ハイウェイサーキットもかなり打開強いんで、ちょっと打開というか、まあコイン集めながら1位取る、そういった形にします。コイン、コイン集める。だからね、マリオカートもね、コイン大事なんだよね、結構。コインになるとね、バンバン差が離れちゃうから。結局、総力ゲーミングパラダイスなんで、
もしっかり、あ、コイン取れない。私の運転技術はまだまだだな。私ね、車の免許取りたいのよね。急になんでこんな話してるかっていうと、そう、沖縄にさ、私、まあ、確定で行くわけじゃん。沖縄に確定に行くのに、あの沖縄で、あの免許じゃないとさ、車運転できないから、なんていうの、私困るなと思って、交通に関して。これワンチャン振りそうじゃね。え、これさ、距離感的にワンチャン振りそうじゃねと思ったんだけど、ダメ、オッケー、悪くないよ、これいいんじゃない、結構立ち回り3だ。え、強くない相手も。いや、12、クソ離れてんの、あいつのサンダーがマジよね。ダブルでボーカス。いや、どうこれ、ゴミアイテムは引きそうなんだよ。え、強くね、アイテムマジで。価値格が確定していく、これは絶対に勝ちに行くしかねえぞお前ら。これワンちゃんいける、さあいける、これ勝てる、これ勝てるぞ。いや、青、これ青コア来てるけど絶対にミスらない。回復してあるぞ、全然あるぞ、これ全然あるぞ、これ赤消しできなかったらかなり痛い。ただ絶対に勝ってやる、これ勝てるぞ絶対。痛えなおい、痛え、くそ、マジか、あいつクラクション持ってやがる、当てる、あらららー、あー、嘘だと